こんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ドルチェです。今回も2匹のワンコたちにアシスタントとして出演してもらいます。もうちょっと休み始めましたが、気にせず進めていきたいと思います。今回はローソンのいちごミルクロールケーキというのを食べてみたいと思います。3つともね、ドルチェの動画がなぜかローソンのスイーツばっかりになってしまったんですが、理由は特にありません。別にローソンの回し物でもありません。たまたま、買ってきてもらったので食べてみようかなということで食べてみたいと思います。税込み240円で、カロリーは210キロカロリーです。ではぜひ、ではぜひじゃないね、では食べてみたいと思います。中はこんな感じで、いちごが半分カットしたのが丸ごと、丸ごとっていうのが半分がそのまま入ってます。せっかくなので今回はお皿にのせて食べてみようと思います。はい、ちょっとアングルがこれでいいのかな。じゃあ食べてみたいと思います。私いちご大好きなんですよね。いちごの下になんかジャムみたいなのがここの下に入ってます。なんかジュレって書いてありましたけど、ジュレって何なんでしょうね。甘さ控えめだな。私いちごパフェの食べ歩きとかしたくて、まあ結構食べに行ったり、でもそんなにないか、まあちょこちょこ食べに行ったりするぐらい、本当いちごのスイーツとか大好きです。コーヒーも大好きなんですよ。でいらない情報かもしれませんけど、コーヒーは本当大好きで、1日そうだな2杯3杯は絶対飲みますね。ブラック派だったんですけど、ちょっと胃を悪くしたことがあったんで、最近はカフェオレ派です。で、何の情報なんでしょうか。では、はい、じゃあ評価をしますよ。今日節分なんですよ、実は。ちょっと節分の豆で犬を釣ろうと思います。ショコラ、はい、豆あげる、どうぞ。はい、では今回の結果を発表したいと思います。今回の評価は星3つです。そうですね、全体的に言うとごく普通かなという感じですね。はい、では最後に私から一言。ローソンのいちごミルクロールケーキを食べてみました。全体的に本当に控えめで、あっさりした感じの味わいのスイーツでした。あ、生クリームなんかも本当に甘くなくって、いちごのジュレも本当に、すいません、犬の変な声が入りました。ちょっとすいませんね、雑音が入ってますが、いちごのジュレの甘さとか、ジュレのいちごっぽさも、本当に控えめですね。もっといちごがガツンと来て欲しかったなというのが、いちご好きの私としての感想です。やはりお値段が222円で税込み240円っていう、そのコスパの面からいくと、ある程度、あ、このような仕上がりかなというのも納得するような気がします。ではまた他のドルチェも食べてみたいと思います。今度はローソンじゃなくって、違うコンビニとか、ちょっと大手のスイーツメーカーみたいなものも探してみたいと思います。 そちらにも挑戦してみたいと思います。はい、ではまたドルチェのドルチェでお会いしましょう。それではまた。